今回は直近アプデで武力上昇値、効果時間、知力依存が情報修正された。ノーマル望月カメラさの知力依存が約3カウントもあるという強みに着目した動画になるよ。全体的に知力依存が低めの英吉対戦ではトップの数値。舞台流派1で知力に追われた際に約6カウント伸びて約23カウント近くするよ。知力の上がる画法や織田信長の剣と盾と組み合わせれば長時間攻略として運用できる可能性を感じる攻略。速度プラス120された忍び持ちは敵の隙をついて城までたどり着けるし、攻略自体に知力プラス5があるから向上速度も速く奇襲性能に特化した性能。放て、潮時か。放て、おみゃん。流派ないです、ね、発動。一の型流派発動。一の型波が来たな。花子、我が究極の策ご覧に入れよう。天気戦ってください。僕は帰ります。波乗りだ、波乗りだ。行く。面白き敵、覚悟はできている。父上、今そちらへ。無理。僕は帰ります。
命に変えても守るべきものを守る。行け。父上、今そちらへ。助けてくれ。ゼロ。気が乗らないですね。撃つよ。放て。我が究極の策、ご覧に入れよう。じゃ、僕の代わりに戦ってください。僕は帰ります。波乗りだ！行け！バレたか。覚悟はできている。無理。復活せよ。波乗りだ。放て。波乗りだ。潮時か。行け。助けてくれ。気が乗らないですね。突撃！それ。面白き敵。武力と知力を上げればギリギリ割れそうかな。ご視聴ありがとうございました。じゃ帰りますので後始末はお願いします。